お料理の幅が広がりますよ、奥さん。こんばんは。皆さんどうも、こんばんは。ムロツヨシこと小犬です。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、ちょっとこれなんですよ。これちょっとメインのちょっとした動画になります。やっちゃったっていうね、見つけちゃったっていうのがね、もうこれ見つけちゃったっていう食べ方があるんですよ、これ。いや、なんですごいショートな動画になりますけども、これぜひやってほしい。本当にこれの正解を見つけた、私は。しかもつい最近見つけて、これだけちょっと急いで動画にしたいと思いまして、やっていくよ。一番美味しいおにぎりを作ります、今日これから。お楽しみに。作り方 GO。 まずはボウルに1合のご飯を入れます。お願いします。はーい。それではご飯1合に対しまして、こちら安丸だし1パック、これね、ちょっと好みがあります。私、恋向けでは、1袋入れます。ご飯1合に対して1袋入れてください。これね、ちょっと濃いと感じてしまう方もいるので、少しずつ皆さんのお好みに合わせて、やってみてください。ただ半分以上は入れた方がいいと思うんで、まあ半分ぐらいからちょっと調整してみてください。まず1合に対して1袋入りました。で、これをまず混ぜます。あー、いい匂い。あー、いい匂いだ、これ。とんでもないいい匂いなんですよ、本当に。はい、だいたい混ざりましたら、ここにですね、はい、こちらでございます、ごま油、これを小さじ2分の1入れます。はい、小さじ2分の1をお入れしてでございます。ごま油ですね。もうね、これが決め手です。で、ここにですね、こちらですね、いりごま、これを適当な量入れてください。とはいえ2キロとか入れないでくださいね。パラパラッ。あ、いいですね、いいですね。こんなもんでいいです、こんなもんです。そしたらこれを全部かき混ぜます。素晴らしい匂いができました。ありがとうございます。それではこれをですね、おにぎりにします。はい、あ、いいですね、非常にうまいですね。はい、できました。はい、そこに入れるんかい。できた、できたよ、できたよ、ホタル、ホタル。これね、マジでうまいですよ。お子様をお持ちの主婦の方なんてね、万が一このチャンネルを、まあないと思いますけど、見てたら、お弁当とかに入れてあげてください。これはね、間違いないですから。はい、もう食べます。できます。最高。これね、いろいろ使ってるうちに分かったんですよ。これはもちろん出汁を取るためのものなんですけど、これはもうね、調味料として使っていいんですね、っていうことに気づいた。もう普通に野菜炒めにかけてもいいし、もうね、なんつうかな、なんて言うんだろう、次世代味の素みたいな使い方をしていいと思います。和風にしたい時用の味の素みたいな感じなんですよ。うん、ちょっと説明下手ですか、すいません。
うん、いやちょっとね、でね、今回のこのおにぎりのポイントは、ポイントっていうかもうそれだけなんですけど、ごま油、このね、だしのこの香りとごま油の香りがね、もうね、匂いだけで飲めちゃいますみたいなね、そういう、もう、うわっていう感じなんですよ。へや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 、ぶっ飛ぶね、最高だね。うん、でね、今日はあの具を入れずにちょっとプレーンにしましたけど、この中に入れる具のおすすめとしては、もうね、嫌いじゃなかったらですよ、嫌いじゃなかったら梅です。梅がもう最高に合います。で、あの梅干しもいいんですけどね、これね、今日は入れなかったけど、これ桃屋の梅好み、これね、ちょっと入れてみてください。もう一緒に混ぜちゃってもいいですよ。もうね、すごいんですよ。あの、もううまいし、香りがいいし、梅のこのさっぱりとしたね、この感じがもうなんともね言えないんですよね。わかりますかね、もうこれぐらいテンション上がっちゃうんだから。もうね、美味しいんです、本当に。食ってたらぴょんこ先生と目が合ったよ。で、ごまも入れましたけども、しらすとかでもいいですよ、ちりめんじゃこ的なやつね。うん、あとね、ちょっとね、刻んでネギを入れるのも大人の味で OK だね。うん、結構ね、視聴者さんの中にこれ買ってくれた方いたみたいなんで、買ってくれた方ぜひやってみてください。うん、うまい。で、今日やった分量は私の好みの味の濃さとかの分量なので、一応このベースとしてね、あのアイディアだけお渡ししますんで、ご飯にこの出汁混ぜてごま油っていうとこだけをお伝えしますんで、あとは分量とかもう好き好きにやってみてください。うん、本当にうまいわこれ。本当にっていうと、今まで食べたやつが本当じゃないみたいだけど、本当にうまい。最高です。しそとかもいいね、ちょっと刻んで。あ、いいね、しそ。いや、広がりますな、お料理の幅が広がりますよ奥さん。しそあるよ、しそん。それでは音がよろしいようで、この辺は、この辺はじゃねえ、今日はこの辺で、さようなら。いや、本当にうまい、やばい。